永遠の霊は、桃田直樹による日本の小説、また、それを原作とした漫画、映画、テレビドラマ、放送作家として、探偵、ナイトスクープなどを手掛ける桃田の作家デビュー作であり、執筆にあたっては、第二次世界大戦で出生した著者の父親や、親族が影響を与えている。当初原稿を持ち込んだ多くの出版社には認められず、縁あって2006年に、 サブカルチャー系の太田出版から書き下ろしで発表された。2009年に講談社文庫から文庫化。その後徐々に話題を呼び、2012年10月のオリコン本ランキング文庫部門で歴代13作目のミリオンヒット作となった。2013年8月付で港かなえ著告白の254.4万部を超えて文庫部門1位を記録し、同年12月には 文庫版の販売部数300万部を突破。歴代のタイトルで300万部超えは、オリコンの書籍全部門を通し、コミック部門のワンピースに続いて、史上2例目となる。2010年から2012年にかけて、須本ト総一による作画で漫画版が刊行され、2013年12月に映画が公開された。2015年には、テレビドラマが放送された。 2015年7月31日に映画版がノーカットで地上波発放送された。2016年8月15日、オーディオブックを配信サービス、フィービーより配信。大学生の佐伯健太郎と出版社に勤める姉の稽古は亡くなった祖母、松野の49日からしばらくした頃、祖父、健一郎から彼が自分たちの実の祖父ではないことを知らされる。 第二次世界大戦後、松野は二人の母、清子を連れて健一郎と再婚しており、実の祖父は終戦間際に特攻で戦死した海軍航空兵だと判明する。それから6年後、司法浪人が長く続き人生の目標を見失っていた健太郎は、フリーライターとなった慶子から、新聞社主催の終戦60周年記念プロジェクトのアシスタントを頼まれる。 プロジェクトを進める鉱山は、神風特攻隊のことをテロリストだと語るが、祖父の話もありその考えに釈然としない稽古は、このプロジェクトに際して、特攻隊員だった実の祖父について、調べようと決めた。指定は、わずかな情報をもとにその足取りを追い始める。厚生労働省や方々の占有会に連絡を取ったところ、実祖父の名が、宮部久蔵であり、 関係者9人が存命であることが知れた。そのうちの1人、戦闘機搭乗員として、ラバウル航空隊で一緒だったという人物を尋ねるが、元海軍少尉の男性は急増について、海軍航空隊一の臆病者、何よりも命を惜しむ男だったと指定に、下げすみの言葉をぶつけた。ケンタロウは、元戦友からキック祖父の話に困惑し、次第に調査を続ける気をなくしていたが、 母から健太郎と同じ26歳で亡くなった父、急増がどんな青年だったのか知りたいと改めて頼まれ、さらに手がかりとなる海軍従軍者たちを訪ね歩く。だが、生前の急増を知る者たちの語ることは生きるということを教えてもらったと感謝を述べる者もいれば航空隊員として軽蔑されていたなどとそれぞれに全く違っており、 調べるほどにその人物像は謎に包まれていた。戸惑いつつも二人は国のために命を捧げるのが当然だったと言われる戦時下の日本とそこに生きた人々の真実を知っていく。凄腕の霊戦乗りで卑怯者とそしられても娘に会うまでは死なないと待つのとの約束を守り続けていた急増はどのような生涯を送り特攻を選んだのか。実は急増は 速攻出撃の際、時期が整備不良であることを悟り、これに登場すれば生還できることから、その木を前途優位な学生パイロットに譲る。そのパイロットこそ、健一郎であった。終戦から60年を経て、おののの壮絶な生き方と封じられていた事実を明らかにする。二場所、漫画アクション史上で2010年1月から2012年2月まで連載された。 作画は、須本総一。アクションコミックスから前後巻が出版されている。永遠の例第一巻、双葉社、2010年7月28日。ISBN 978から4から575837964。永遠の例第二巻、双葉社、2010年11月27日。 ISBN 978から4から575838398。永遠の霊第3巻、二葉社、2011年7月28日。ISBN 978から4から575839340。永遠の霊第4巻、二葉社、2011年11月28日。 ISBN 978から4から575839944永遠の霊題5巻二馬車2012年4月28日 ISBN 978から4から575840650主演は岡田淳一第38回日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞作品 2013年12月21日から全国430スクリーンで公開され、初日2日間の観客動員数は約42万9000人、工業収入約5億4200万円。その後工業成績で8週連続第1位となった。幅広い客層を集めて、ロングランが続き、観客動員数は700万人、累計工業収入86億円を突破。 歴代の邦画実写映画で6位にランクインする大ヒットを記録し、文化通信社調べによる2014年邦画興行収入第1位を記録した。原作はこれまでにも映画、ドラマ化の話が上がっていたものの、いずれも脚本上の問題等から実現には至らなかったが、山崎隆史、林民夫による企画内容を受け著者である桃田直樹が快諾し、初の映像化となった。 2014年に第16回イタリアウディネファーイースト映画祭でグランプリを受賞。日本作品の受賞は2009年の送り人以来の快挙となった。撮影にあたり、作中に登場する旧日本海軍の冷戦21型の原寸大模型が制作されたほか、唯一現存するオリジナルエンジンで飛行可能な冷戦からエンジン音が収録された。 制作された冷戦は、撮影終了後ゆかりの地である、大分県宇佐市によって買い取られ、構想中の宇佐市平和ミュージアムに展示される。撮影には徹底した、軍事訓練と冷戦登場経験者による指導を、要し、奄美大島や鹿児島、茨城などを中心に、膨大な空撮を含む3ヶ月にわたるロケが、完光された。山崎機監督作品としては、 初めて民放テレビ局が制作に関与していない作品となっている。また、主人公、宮部の配役には、監督が元共演者である、堤真一を通してその弓道的な姿勢を、聞き及んでいたことが、きっかけとなり、岡田純一の出演が決まった。ホタル2014年7月23日発売。2014年、スタヤが発表した、レンタル DVD。 ブルーレイ年間ランキングで第3位を獲得。永遠の霊ブルーレイ、DVD 通常版に永遠の霊ブルーレイ、d v d 豪華版テレビ、東京開局50周年特別企画として、2015年2月11日20時54分23時18分、14日20時58分23時14分、15日20時54分23時24分の3夜に、 渡って放送された。視聴率は、第一夜が9.0%、第二夜が7.5%、第三夜が9.9%でいずれも抜けたには、上記以外に、テレビ、東京系列のない地域において、系列外番半遅れネットを実施もしくは、実施予定のつぼねがある。2016年8月15日にオーディオブック、配信サービス、フィービーから、配信開始。 配信に合わせ、急増の妻、松野役の小柴風花が原作者、桃田直樹と対談し、スクールオブロック、終戦記念日特別番組に生出演する、東京 FM とのコラボ企画が行われた。出版当時の読者層は、わずかな60代以上の男性が占めていたが、口コミで次第に広がり2013年以降は、特に10代、20代の読者も増加した。 累計販売部数は2013年12月時点で約480万部その後も映画化、ドラマ化の影響で販売を伸ばし、2014年7月時点では530万部に及ぶ。映画のヒットや作品の普及につれ少なからず反響が起こり、政治思想を問わず、読者として安倍晋三をはじめ、政界、芸能界、放送界、スポーツ界の著名人に取り上げられるとともに、 その賛否も話題となった。批判としては特攻を美化している戦争賛美といったものであり、これについて著者である桃田直樹は自身のツイッター等で私は永遠の霊で特攻を断固否定した戦争を肯定したことは一度もないと述べ、テーマは生きるということと戦争を風化させないことと語っている。永遠の霊はつくづくかわいそうな作品と思う。 文学好きからは、ラノベと馬鹿にされ、軍事オタクからはパクリと言われ、右翼からは、軍の上層部批判を怒られ、左翼からは戦争賛美と非難され、宮崎駿監督からは滅像となじられ、自虐思想の人たちからは、作者がネトウヨ認定される。まさに全方向から、集中放火とコメントした。また、 映画開校特に第二次世界大戦に関連した作品が重なったこともあり、戦争の歴史に対する関心が高まった。2013年6月に宇佐海軍航空隊のあった大分県宇佐市に平和資料館が暫定オープンしたほか、同年12月に作中に登場する茨城県旧筑波海軍航空隊史跡が、 記念館としてオープンし、4ヶ月で全国から2万6千人が訪れた。福岡県筑前町立立原や平和記念館など、特攻隊ゆかりの地や資料館の訪問者も、比較的若い世代を中心に大きく増加し、日本海軍の軍人、軍属の人事記録を管理する、厚生労働省には、孫など親族から、軍人履歴原表の開示を求める申請が増えている。 全作品日中戦争後期から太平洋戦争を通して使用された大日本帝国海軍の主力戦闘機。分類としては環状戦闘機だが戦闘爆撃機、特攻機としても運用された。宮部らが登場していた21型に E1 型、52型号、新型などたくさん改良が加えられた。特攻の際、 宮部の登場する21型は2 5 1キログラム爆弾を積んでいるが、その他の52型は5 0 0ラム爆弾を積んでいることがわかるように、型によって武装、爆装など、核性能に違いがあり、21型と52型では馬力が違う。現在でも世界中2十数機が現存しており、何機かは飛行可能。うち一機は現存する。 坂江21型エンジンを搭載して飛行できる。太平洋戦争を通して使用された、大日本帝国海軍の陸上攻撃機。日中戦争時から、太平洋戦争諸島に使用された96式、陸上攻撃機とともに、全世代の95式陸上攻撃機と対になる、中高と呼ばれた。進んだ設計であり、欧米にも、性能的には引けを取らなかったが、 エンジンはどうしても欧米並みの大割力にできなかったことで、防弾より警戒性を重視された設計となっていた。そのため、ワンショットライターと連合国側搭乗員に揶揄されていた。しかし、近年では頑丈であったという米軍機、搭乗員からの証言もあり、機体性能を見直す動きが広がっている。映画では、舞台式書の内側視点からのカメラで駐機されているのが映っている。 ドラマにおいては、一式立候を長谷川が直演していた際に、迫り来る回4回からこれを守ろうとして撃たれ、右手を失った。書籍映画太平洋戦争を通じて使用された、大日本帝国海軍の艦上戦闘機。霊戦と同じ設計者の堀越二郎が設計を手掛け、霊戦の出現までは、世界で最も優れた戦闘機の一つであった。長谷川が、 総連卒業後、昭和16年初めに中国、観光へ配属になった際に登場していた機体。日本海軍が開発した特攻兵器。機種部に大型の鉄鋼爆弾を搭載し、機体は小型の航空特攻兵器で母機に吊るされて目標付近で分離し発射される。グライダーのように滑空して敵艦に接近し、 固体燃料ロケットを作動させて加速して敵艦に突入する。アメリカ軍からは自殺を行う愚か者の機体との意味合いで日本語のバカにちなんだバカボムというコードネームで呼ばれており、作中では王家で戦死した特攻隊員の遺族が狂った軍隊の史上最大のバカ作戦で戦死させられて哀れだと嘆くシーンがある。しかしアメリカ軍は オーカのことを最も危険な対艦兵器で、アメリカ軍の報酬やパイロットらにとって、これまでに遭遇した最も手に負えない攻撃目標であると評価しており、オーカに撃沈された駆逐艦マナート L、エベールのオールトン・イーパーカー艦長は、それは今まで目にしたどんな飛行機よりも速かった。プロペラやエンジンは見かけられなかったので、この機体はジェットかロケットを水力にしているものと思われた。 と報告している。また同日に王家が命中したのにもかかわらず、王家の速度が速すぎて、艦隊を貫通してしまったので幸運にも撃沈を免れたスタンリーの法術長は、このミサイルが艦艇装備の自動火器の射程内まで接近しても何者もその突進を停止させたり、その方向を変換させるのは無理であると報告している。この後、 アメリカ軍は王家に対して徹底的な対策を講じている。戦後においてもアメリカの歴史家サミュエル・モリソンは王家について小型なことととてつもないスピードのため王家は我が軍の艦船に対する最悪の脅威となった。それはロンドンを襲ったドイツの誘導ミサイルにほぼ匹敵する脅威となった。と述べている。作家ジョントーランドは 当時のアメリカ軍艦隊全体の状況として、王カをバカと下げすんでみても、アメリカ軍艦隊全体に広まった恐怖は決して、和らぐことはなかった。と述べている。大戦中は、従軍記者として、ピューリッツァ賞を受賞し、戦後に軍事評論家となったハンソン・ボールド・ウィンは、王カは人間が誘導装置となった誘導対艦ミサイルであって、 戦後にミサイルの完成によって現実化した水上艦艇に対する脅威を予見したものになったと指摘している。第二次大戦を通じて主にソ連で対ドイツ東部戦線用に使用されたアメリカ合衆国陸軍の戦闘機。第二次大戦初頭は太平洋戦線でも使用されたがあまり性能が芳しくなかったため当時連合国でアメリカによって行われていた。 レンドリースに大半が出され、ソ連へ貸し出しが行われていたが、ソ連兵にはかなり好評だった。その形状から帝国陸海軍搭乗員には、カツオブシと呼ばれた。第二次大戦を通じて使用されたイギリス連合王国空軍の戦闘機、太平洋戦争を通じて使用された大日本帝国海軍の艦上攻撃機、戦艦アリゾナなどを雷撃して大爆発させた。 現在使用されていた実機は残っていないが、忠実に再現してエンジンを搭載し、飛行可能なレプリカが一機存在する。太平洋戦争を通じて使用された大日本帝国海軍の水上偵察機。零式小型水上機との対比から、主に零式三座水上偵察機と呼ばれた。太平洋戦争を通じて使用されたアメリカ合衆国陸軍の戦闘機。 日本軍には戦いやすいことでペロハチと呼ばれていたが、後に一撃離脱戦法が徹底されるようになると、騒動で当てにくいことも手伝って、騒動の悪魔と呼ばれるようになり、さらには、山本五十六元水と、宇垣きまといがの乗った二機の一式一行を襲撃し、山本登場機を撃墜、宇垣き登場機を不時着させた。映画中では影浦が二機撃墜しているシーンがある。 現在でも十数機が現存しており、うち七機は飛行可能である。近年、現存最古になると思われる1941年製の P-38 がイギリス北ウェールズの海岸に渦漏れている状態で発見された。最優秀レシプロ戦闘機と評されることもある太平洋戦争末期に使用されたアメリカ合衆国陸軍の戦闘機。 B-29 重爆撃機が日本本土を食う。優秀な戦闘機として有名だったが、上院の腕によっては日本軍機に軽く落とされる時もままあった。映画中では飛行訓練中の宮部と大石と、あと一気に三機で襲いかかり、一機は宮部に素早く落とされ、もう一機に宮部が狙われるが、大石の体当たりで落とされる、P。P-51 がある。 第二次大戦中の軍用機で一番多く現存し、飛行可能機が150機余りもあり、改造などされて、レースにも出場している。太平洋戦争前中期に使用された、アメリカ合衆国海軍の雷撃機。ミッドウェイ海戦の際に、冷戦に接近を察知され強襲された数を、撃墜されてしまい、魚雷は命中させられなかったが、このことが、おとりの役目を果たし、 SBD 艦爆隊による日本現在でも20機余りが飛行可能な状態で現存している。太平洋戦争を通じて使用されたアメリカ合衆国海軍の艦上爆撃機。99艦爆と同世代にもかかわらず、海戦直後の改良によって飛躍的に性能を上げた。また、主客も99艦爆と違って引き込み、式主客だった。 ミッドウェイ海戦の際、宮部ら零戦勝海隊が DBD 雷撃機体と戦闘している時に、雲の間から空母を爆撃し、4隻の空母を撃沈せしめた。現在でも数機が飛行可能な状態で現存している。日中戦争から太平洋戦争を通じて使用された大日本帝国海軍の艦上爆撃機。 作中の伊藤が、新珠湾攻撃後に宮部と話しているシーンで、宮部の階層の中に自爆を決意して去っていく99艦爆がある。飛行可能なレプリカが一気現存する。太平洋戦争諸島まで使用されていた、アメリカ合衆国海軍の戦闘機。優れた能力は持ち合わせていなかったが、製造しやすかったため、アメリカの得意とする物量製 長谷川がチモール島の空ン基地へ進出した際、生まれて初めて撃墜した米英戦闘機である。太平洋戦争前半に使用されていたアメリカ合衆国海軍の主力艦上戦闘機。日本海軍の搭乗員にグラマンと呼ばれていた機体の初代。作中では長谷川に何機か落とされるが、中高を護衛していた長谷川を撃ち、大怪我を負わせた。 太平洋戦争後期に使用されたアメリカ合衆国海軍の主力艦上戦闘機。海4回譲りのずんぐりした機体と重装甲はそのままであったが、海4回より改良された大馬力のエンジンによりかなりの機動性を得、日本の搭乗員には F4 回よりはるかに手強い敵機となった。日本海軍の搭乗員にグラマンと呼ばれていた機体の2代目。 太平洋戦争中期から終戦後までアメリカ合衆国海兵隊でも使用されたアメリカ合衆国海軍の艦上戦闘機、重戦闘機であったため陸上からよく使われており戦闘爆撃機としてもよく使われていた。作中では飛行訓練をしていた宮部、大石らに4機で襲いかかったが大石が宮部との間に入ったことで大石に 大怪我を負わせられた者の,の宮部を撃墜し、そこね、逆に宮部機に2機落とされた。日本軍側の故障、シコルスキーの由来は、海ン優の製造者である、ボート社が、海ン優を開発後、戦時中の一時期だけ、シコルスキー社を編入していたことによる、第二次大戦を通じて使用された、イギリス連合王国空軍の戦闘機、長谷川がチモール島の空パン基地にいた際、 ポートダーウィンの機体を撃墜していた。詳細はテレビ東京永遠の例公式サイトへミッドウェー海戦で撃沈された大日本帝国海軍の航空母艦。もともとは天城型巡洋船艦の2番艦であり1番艦の天城と共にワシントン海軍軍縮会議の取り決めによって航空母艦に改装する予定であったが赤城はクレ海軍交渉。 天城が横須賀海軍交渉と分かれた後に関東大震災が起きたことで天城が大破し破棄されたために代わりとして同じく条約によって戦艦から標的艦にされかけていた加賀型戦艦一番艦の加賀が航空母艦に改装された。宮部と伊藤が真珠湾攻撃からミッドウェイ海戦まで上艦していた。特攻機が命中して傾斜している。 アメリカ軍航空母艦タイコンデロがアメリカ合衆国海軍の空母 s x 級航空母艦の6番艦だが10番目に収益した宮部が特攻した航空母艦実際にも1945年1月21日に台湾近海にて上風特攻隊2位高隊の2機の冷戦が命中し格納庫の艦載機と搭載していた巨雷 爆弾が誘爆して沈没も懸念されてほどの深刻な損傷を被り、リクシー・キーファー艦長を含む345名の死傷者が生じた。キーファーが自らも右手が砕かれるなどの重傷を負いながら、環境内にマットレスを敷いて横たわった状態で12時間もの間的確なダメージコントロールを支持し続け、沈没だけは免れたが、終戦直前まで戦線に復帰できなかった。 キーファーはアメリカ本国に治療のために送還されたが、療養中にあまりロデイリーニュースの取材に対して日本の神風は通常の急降下爆撃や水平爆撃より4から5倍高い確率で命中している。と答えている。また通常攻撃機からの爆撃を回避するようにそうだ、するのは難しくないが火事を取りながら接近してくる。 特攻機から回避するように操舵するのは不可能である。と特攻の戦術としての有効度の高さを評価している。なお、タイコンデロガに特攻した宮部を艦長が水槽に付したことと似たエピソードとしては、1945年4月11日に戦艦ミズーリに特攻し戦死した医師の説をに悲惨について、ミズーリの艦長であるウィリアムキャラ反対佐が、 祖国のために命を投げ打ってその使命を観光した勇敢な男には名誉ある水槽を持って臨むべきである。死した兵士はもはや敵ではない。翌朝、勇者の葬儀を取り行うと、医師の二姫を称賛し、異例とも言える敵兵の水槽を行ったことがある。その際わざわざ、水売りの水兵が手作りで作った朝日旗で、医師の二姫の遺体を追い、霊法まで打って霊を尽くしている。 赤城に上巻するとある例戦闘乗員にアリゾナ未定、大爆発やと言わしめたほどひどく爆沈した戦艦。特攻機がレーダーピケット艦の駆逐艦に突入してくるため空母の方向はこっちだと言わんばかりの大きな矢印を看板書いた艦として作品中で紹介された。これは史実に準じており実際にラフィーの乗組員の一名が艦上に キャリーアーズ・ディス・ウェイという意味の矢印を書いた大きな看板を掲げた。しかしラフィーは、菊水1号作戦で5機の特攻を受けて大破している。フィリピンの戦いで特攻機により大損害を被ったアメリカ軍が特攻対策として駆逐艦に大型のレーダーを搭載してレーダーピケット艦とし空母部隊の周囲に配置してなるべく早く特攻機を発見できる体制を構築した。 このレーダーピケットラインは沖縄戦で効果を発揮し空母部隊に接近する特攻機を減少させることに成功したがレーダーピケット艦そのものが特攻機の目標となってしまい多大な損害を被ることになった沖縄戦中にアメリカ海軍は駆逐艦16隻を沈められ18隻が再起不能の損傷を受けて除籍される甚大な損害を被ったが 文字通り自らを犠牲にして主力艦隊や輸送艦隊の損害を抑制した。その働きぶりはアメリカ海軍より後期ある我が海軍の歴史の中でこれほど微力な部隊がこれほど長い期間、これほど優秀な敵の攻撃を受けながらこれほど大きく全体のために寄与したことはないと称されている。レーダーピケット艦の損害をなくすためアメリカ海軍は より有効な特攻対策を迫られることとなり、レーダーピケット艦が担っていた役割を強力な機上レーダーを搭載した早期警戒機が担うこととなり、早期警戒機として、アン・ a p s 2 0早期警戒レーダーを搭載した TBM-3W が開発され、データリンクシステムも1945年5月にはテストを得て、 1945年7月から SX 級空母各艦に設置されていったが、本格的に運用する前に終戦となった。この特攻対策として開発された先進的なシステムは、その後もさらに洗練されて、現在のアメリカ軍空母部隊にも受け継がれている。ありがとうございます。